皆さんこんばんは、バルトと申します。今回の動画は僕自身が FIFA で選手を作成もしくは購入する際にポジションごとに重視している能力について紹介していこうと思います。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。各能力がどういった意味を持っているかについては以前投稿した全ステータス解説動画を見ていただければと思います。ゴールキーパーからセンターバック、サイドバック、ストライカーまで全てポジションごとに発表していきたいと思います。まずゴールキーパーですね。ゴールキーパーは身長とダイビングと反射神経とポジショニングが、まあ一番いるかなと思ってます。まあ一般的に、まあゴールキーパー背が高い方がまあ優秀なゴールキーパーと言われる方は多いと思うんですけど、まあこのゲームでも、まあそこは例外なく、背が高い方が強いかなと思ってます。で、ダイビングと反射神経とポジショニングが高いと、まあいいところにいてくれるだけじゃなくて、ビッグセーブもしてくれやすい。まあダイビングっていう、まあ空中でボールをセービングしてくれる能力と、また反射神経、まあ、相手のシュートに対して反応する能力、ポジショニングっていうのは、相手がシュートを打った時点で、いいところにいてくれる能力、この3つが掛け合わさることで、まあ、相手が、どんなところからシュートを打ってきても、適切なところから、まあ、最大限、セービングできるように、まあ、特に高い身長で頑張ってくれるという形になってるんで、まあ、身長、ダイビング、反射神経、ポジショニング、この4つが、まあ、非常に大事かなと思ってます。では次、センターバックですね。まあ、見ての通り、非常にたくさんの能力を気にしなきゃいけないんですけど、まあ、それぞれ説明をしていきたいと思います。まず、ペースですね。まあ、ペース、少なくとも加速75、ダッシュ速度70はあった方がいいかなと思ってます。まあ、なんでかっていうと、まあ、今ですね、この11月中旬の環境が、まあ、非常に縦に速いサッカーが流行っているっていうのがありまして、まあディフェンダーの動きがちょっとアホになっていますというところから、まあ裏を取って無理やり1対1作ってシュートを打つ方が非常に多くなってるんですけど、まあそこに対応するためには、まあ足が速くないと、まあ置いてかれちゃうんで、まあここは高くないと戦えないのかなと思ってます。で、PK は、まあこれが低いから使いませんっていうことではないんですけど、まあできる限り気にかけたい能力ではあるかなと思ってます。で、パスですね。まあ、特に僕が重要視しているのは視野です。これなんでかっていうと、センターバックからサイドバックにスルーパスを蹴ることが僕結構あるんですけど、まあ視野の能力が低いと、そのボールが渡りきらずにライン割るってことが結構あるんで、まあそこでストレス感じてたんで、まあ視野の能力が高い方がいいかなと思いました。まあ、今映ってるマルキーノスみたいに、まあロングパスが高いと、まあスルーパス、フライスルーとか、まああとは単純に長いボールとかっていうのもめちゃめちゃ展開しやすいんで、まああればなお良いかなと思ってます。で、ドリブルですね。まあ僕がすごく大事にしてるのは、リアクションとドリブルと冷静さかなと思ってます。まあリアクションが低いと、まあ相手のストライカーと取り合いになった時に負けちゃうってことが起きますし、あとドリブルですね。まあこれ僕の問題なんですけど、まあ相手のストライカーとかフォワードをいなそうとするときに、まあこのドリブルの能力が低いと、まあ当然相手に取られちゃうんですね。なんで、まあこの能力が高い方が、まあ相手を一人かわしてから、まあ一気に攻勢に出るということがしやすくなるんで、ドリブル非常におすすめかなと思ってます。で、冷静さが低いと、まあボールを取り切ってから、まあパスする場面であったりとか、またタックルの精度とかも下がっているような気がするんで、まあ、この能力はできる限り高い方がいいのかなと思ってます。まあ、守備の能力は言わずもがなですね。まあ、高ければ高いほど、まあ、カンストに近ければ近いほどいいかなと思ってます。で、フィジカルのところも、まあ、ジャンプ、フィジカル、積極性、この3つ非常に重要かなと思ってます。まあ、スタミナは最低70ぐらいあれば戦えるかなとは思います。で、フィジカル、まあ、この映ってるマルキーノス、ちょっと80というふうに低いんですけど、まあ、できれば、まあ、85、90、ケミストリー込みで90ぐらいは欲しいところかなと思ってます。役割式は攻撃が低いもしくは普通。で、守備が普通もしくは高いがいいかなと思ってます。まあ、一番良くないのは攻撃が高くて守備が普通ですね。この場合まあ、上がるだけ上がって帰ってこないということになるんで、真ん中がぽっかり空いちゃうんで、おすすめしないかなと思ってます。で、スキル逆足は、まあ、そこまで、重要ではないんですけど、まあ、逆足は、まあ、できる限り高い方がいいですね。まあ、5が理想なんですけど、5のセンターバックはなかなか、まあ、富安ぐらいしかいないんで、まあ、4が理想かなと思ってます。まあ、これ逆足が低いと、いざペナルティーエリア内でボール持った時に、まあ、クリアしきれなくて、相手にそのままちょっと弱いボール蹴っちゃって渡っちゃうってことがあるんで、まあ、逆足はちょっと気にした方がいいかもしれないです。では次、サイドバックですね。まず、ワークレートなんですが、ハイハイもしくはミドハイがいいかなと思ってます。これ攻撃守備の順番で言ってます。まあ、画面に映ってるテオルナンデスの場合は、ハイミドなんで、まあ、ちょっと微妙かなと思ってるんですけど、まあ、脚力があるんで、どうにか戻ってこれるかなっていう感じかなと思ってます。で、スキルムーブは、まあ、そこまで大事ではないかなと思います。逆足が大事で、まあ、できれば4、
5あることが理想ではあります。まあ基本、まあ、センターバック、ボランチ、ウィングの選手、まあ、それぞれにサイドバックから展開していくってことがあると思いますし、まあ、相手からプレス来た時にあのいなして逆足で蹴る場面も結構あるんで、まあ、そこで事故らないように逆足はできる限り高い選手がいいかなと思ってます。では次、能力総裁ですね。まあ、サイドバックはすごい大事なポジションで、まあ、正直シュート以外の能力は全部欲しいっていう感じになってます。まあ、特に重要なのはペースと、まあ、大まかな守備能力とスタミナのところかなと思ってます。まあ、ペースは、ケミストリースタイル込みで完走できるような選手にした方がいいですね。まあ、ウイングの選手足速い選手多いですし、まあ、裏抜けにも対応して追いついてボール取り切らなきゃいけないようなポジションになってるんで、ペースはできる限り高い方がいいかなと思ってます。まあ、パスも全体的に、まあ、大体80ぐらいかな。視野とショートパス、ロングパス80ぐらい、まあ、クロスもあればあるだけ、高ければ高いほどそんなボール蹴れるんだみたいなボール蹴ることができるんであればいいかなと思ってます。でドリブルも、まあ、サイドバックの選手って、まあ、センターバックから預けられてそのまま駆け上がったりとか、まあ、前のウイングの選手とかトップ下の選手とかとパス交換しながら抜けてっていうポジションになってるんで、まあ、できる限り、能力高い方がいいかなと思ってます。で守備の能力ですね、まあ、ここも、まあ、自分が操作してない間に、まあ、あんまり変な動きされると、まあ、変なところでね動かし始めてもボール取りきれないんで、まあ、できる限りインターセプト、守備意識、あとは取りきる能力としてのタックルが必要になってくるかなと思ってます。で最後にフィジカルですね。まあ、スタミナは、まあ、一番大事かなと思ってます。まあ、90は必要かなと。まあ、スタミナの能力と冷静さの能力っていうのはケミストリースタイルで上げることができないんで、まあ、特にサイドバックの場合は、まあ、途中で交代してもいいんですけど、できる限り、まあ、途中交代する選手って前線の方がいいんで、まあ、サイドバックの選手はできる限りスタミナを高くして、まあ、試合終盤まで相手のウィングとかに対応できるような能力した方がいいかなと思ってます。では次 CDM、 いわゆるボランチの選手ですね。まず役割意識、攻撃は低いまたは普通、守備は高いが必須かなと思ってます。まあ、あのディフェンスラインの前に立ってですね、まあ、ボランチとしてボールを刈り取る役割になるんで、まあ、そこにあの選手が配置されてないと、まあ、仕事してくれないということで、まあ、守備意識は必ず高いにした方がいいかなと思ってます。で攻撃意識高いにしても、まあ許容範囲ではあるんですけど、まあ、その場合はボランチを2枚置く必要があるかなと思ってまして、まあ、4-2-3-1 の2ボラですね。まあ、これはまあ、ハイハイを2人置いてもまあいいかなと思うんですけど、まあ、特に1ボラの場合、攻撃意識高いのやつを置くと、まあ、前線に上がるだけ上がって帰ってこない。まあ、もしくは帰ってきてるんだけど、上がりきっちゃってるせいで間に合わないということが起きちゃうんで、まあ、攻撃意識は低いもしくは普通、守備意識は高いがいいかなと思ってます。で、スキルムーブは、まあ、あんまり大事ではないんですけど、まあ、中盤でドリブルで遊びたい方、まあ、ポグバとか使いたい方は使っていただいてもいいのかなと思ってます。で、逆足ですね。まあ、できる限り高い方がいいです。まあ、利き足で蹴ることを心がけなきゃいけなくなってくるんで、まあ、できる限り高い方がいいかなと思ってます。では次、能力詳細ですね。まあ、ざっくり言うと、サイドバックの選手とほとんど、まあ、同じなんですが、サイドバックの選手より守備が大事になってくるイメージです。まず、ペースですね。まあ、できる限り早い方が当然いいです。まあ、中盤で相手の選手がボールを受けた時に、まあ、1個目の振り向きのところに、まあ、触れたりであったりとか、あとはパスコースをカットするためにも、まあ、ペースは高ければ高い方がいいので、まあ、できる限り高い方がいいかなと思ってます。で、パスですね。まあ、中盤から、前に展開するパスが、まあ、今作非常に重要になってるんで、まあ、この代表として出てきてるカンテは、まあ、ちょっとパスが低いんですけど、まあ、できる限り、まあ、視野90近くとか、まあ、ケミストリー込みで、そういう風な数値にできる選手がいいかなと思ってます。で、ドリブルですね。まあ、ドリブルで大事なのはリアクションと冷静さですね。まあ、リアクションが高いと、相手の選手と、あの、接触した際に、次にボールを取り切る能力が高くなってくるんで、まあ、ここは、ま、カンテ93みたいな、まあ、選手が、ま、理想かなと思ってます。でも、ま、冷静さについても、相手の選手と近距離でやり合うことが多いポジションになるんで、まあ、あの、しっかり、タックルでボール取り切れるように、冷静さ高い方がいいかなと思ってます。次、守備ですね。まあ、このポジションで一番大切になってくる能力かなと思ってます。まあ、特に僕が見てるのは、インターセプトと守備意識ですね。まあ、インターセプトが高いと、自分が操作していない状態でも勝手にパスコース見つけてカットしてくれるような場所にいてくれるっていうところと、あと守備意識が高いと、まあ、先ほども説明した通り、ジョッキー、まあ、L2 を押した時の移動速度っていうのがめっちゃ速くなるんで、まあ、相手のドリブルに対して、あの、切り返した時にもちゃんとその方向についていくってことができるようになるんで、まあ、守備意識は高い方がいいかなと思ってます。まあ、できれば、完走させたいところかなと思ってます。で、フィジカルのところですね。まあ、ここは、まあ、できる限り全部高い方がいいんですけど、まあ、スタミナと積極性ですね。まあ、この二つは必須かなと思ってます。
あとスタミナですね、まあ、このポジション、まあ、あんまり試合の途中で交代すると、まあ、前線の選手、ちょっとパワー不足の状態になっちゃうんで、まあ、1試合ずっと使えるようにスタミナ高い方がいいかなと思ってます。で、積極性についても同様で、まあ、あんまりこのポジションの選手が相手と接触した際とかに、まあ、諦める動きをしちゃうと、まあ、その単純にストレスですし、まあ、そこは取り切ってほしいなって思いがどうしてもあるんで、まあ、スタミナと積極性についても必須かなと思ってます。では次 CM ですね。いわゆるボックス2ボックスって言われるような、まあ、攻守ともに試合中に大きく活躍するようなポジションになってます。役割意識としては高い高いもしくは高い普通がいいかなと思ってます。味方の選手がまあボールを持っているときに最後ボックス内に入ってきて、そこでまあ点に絡んでくるような選手になってくるんで、まあ、攻撃意識は高い方がいいかなと思ってます。で、守備意識については、まあ、高いでも普通でもどっちでもいいんですけど、まあ、高いにすると、まあ、スタミナの消費が激しくなっちゃうんで、まあ、ここは途中交代も含めて好みになってくるかなと思ってます。で、スキルムーブはまあできれば4以上欲しいですね。まあ、スキルムーブ使う使わないに限らず、まあ、この選手はスキルムーブ4ですよっていうのを見せられる方が相手に対して迷いを与えられることができるんで、まあ、スキルムーブはできるだけ高い方がいいかなと思ってます。で、逆足は5が、まあ、理想ですね。まあ、選手なかなかいなくて、まあ、フリットとか、頭デブライネとか、まあ、限られた選手になってくるんですけど、まあ、シュートをとっさに打つ場面も必要になってきますし、あとはパス、まあ、スルーパス蹴るときも、まあ、逆足でもって縦に出すことができるんで、まあ、逆足できる限り高い方がいいかなと思います。では次、能力詳細です。ざっくり言うと、CDM の選手に比べると守備の優先度が下がるんだけど、他の能力は全部優先度が上がるという感じです。まあ、マルコス・トレンテみたいな選手がいいかなと思います。まず、ペースについては、まあ、80もしくは85あることが望ましいかなと思ってます。まあ、攻撃に絡んでくる回数も非常に多いですし、運ぶドリブルもそうですし、まあ、味方にパス渡すんじゃなくて自分で攻めることもできますよっていうところを相手に見せることで、まあ、その守備の狙いどころをなくすっていうところが、できる選手がいいかなと思ってます。で、シュートについては、まあ、ポジション、決定力、シュート力、まあ、自分がフリーでボールを持って抜け出した時に、まあ、自信を持ってシュートを打てるような能力値、まあ、できれば80ぐらいがあるといいのかなと思ってます。で、パスについてもですね、まあ、できる限り高い方がいいかなと思います。サイドに対して、まあ、スルーパスであったりとか、まあ、前線に一発でロングボールで裏を取るっていうところも、まあ、多々出てくる選手なんで、まあ、そういったパスを難なくこなせるような能力を持ってる選手がいいかなと思います。で、ドリブルについても、まあ、全部持ってる選手ってなかなか難しいんですけど、まあ、80ぐらいは全体的に、まあ、アジリティ、リアクション、コントロール、ドリブル、冷静さ、このあたり全部80ぐらいある選手がいいかなと思ってます。まあ、冷静さは、まあ、他の能力値に限らず、まあ、全部高い方がいいかなと思います。で、まあ、できれば90ぐらいは欲しいんですけど、まあ、80あれば、まあ、妥協できる範囲かなと思います。で、守備については、まあ、基本的にというか、まあ、結構ボランチの選手に任せきることも多いんですけど、まあ、2ボランチですね、4-2-3-1にボラで使う場合は、インターセプト守備意識、それぞれ80ぐらいあった方がいいかなと思います。で、フィジカルについてもですね、まあ、あんまりここのポジションの選手を変えたくないので、まあ、変えてもまあいいかなと思うんですけど、スタミナできる限りあった方がいいですね。あとは、フィジカルですね。まあ、ここも結構大事で、まあ、追いかけて取りきれない場面も結構出てくるんで、できる限りフィジカルは高い方がいいんじゃないかなと思ってます。では次、ウィングの選手です。まず役割意識なんですが、攻撃は高いが必須で、守備は普通もしくは低いがいいかなと思います。まあ、前線の選手で、攻撃にバッチリ絡んでくるような選手なんで、よっぽどですね、攻撃ポジションの能力値が高くない限りは、攻撃の役割意識高いがいいかなと思います。スキルムーブ逆足は、まあ、最低でも4ですね。で、5あるのが理想です。まあ、このネイマールとかはスキルムーブ逆足どっちも5なんで、まあ、完璧な選手なんですけど、まあ、これがどっちも低いとですね、まあ、ペナルティエリア内での選択肢が、まあ、1つ減るごとに、まあ、かなり落ちてくるんで、ここが低いとかなり、使いづらくなってくるかなと思います。まあ、もちろんうまく使える人はスキルムーブとか関係なくできるんですけど、まあ、僕は、スキルムーブ使わないとうまいことは、ペナルティエリア内で、シュートを持つところまでいけないんで、まあ、ここはできる限り高い方がいいかなと思います。で、次、能力詳細ですね。まあ、ざっくり言うと、守備と、あとはヘディングに関する能力以外は、必須になってくるかなと思います。最低でもペースとドリブルは絶対に必要になってくる能力かなと思います。まあ、当然、ウィングなんで、サイドから、まあ、中に切り込んだり、クロス上げたりしてくる必要があるんで、まあ、できる限り、裏抜けをできるようなペースが高い選手。で、なおかつ、まあ、ドリブルで運べるようなドリブルが高い選手がいいかなと思ってます。まあ、ただ、シュートとかもですね、まあ中に入ってきてシュートを打てる選手と打てない選手だったら全然相手に対してかけられる負担が違うんで、
まあできる限り85、シュート管理の能力は85近いような選手がいいかなと思ってます。まあネイマール、まあ、ちょっとシュート力足りなくて結構外したりするんですけど、まあ逆足5なんで何度かなってるみたいな感じですね。でパスの能力についても、まあウィングの位置からまあ中央にスルーパス通したりっていうことも結構機会としてはあるんで、まあ視野の能力、ショートパス、ロングパス、カーブ、まあそれぞれ必要になってくるかなと思います。で守備については、まあ先ほども話した通り、まあ特にいらないですね。まあ最低限、まあまあそれっぽいところ、まあ442とかの、まあサイドとかに配置されたりした場合は、まあペース使って追いかけて、まあなんとか取り切るっていう感じなんで、まあインターセプトとか守備意識とかっていうところは、まああんまり高くなくていいのかなと思ってます。でフィジカルのところですね、まあここもできれば欲しいんですけど、まあウィングっていう、まあ相手をかわしながら味方までボールを届けることが目的になってくるような選手だと、まああれば嬉しいんですけど、ないから使わないっていうことではないのかなと思ってます。でスタミナについても、まあ途中交代で新しい選手を出せばいいだけの話なんで、まあ個人的にはそこまで高くなくてもいいんじゃないかなと思ってます。では次、トップ下の選手ですね。役割意識としては攻撃は高い、守備はまあ好みに応じて低い、普通、高い、どれでもいいかなと思ってます。まあ、トップ下を守備に絡ませたいっていう方もいますし、トップ下を前に張らせたいっていう方は、まあ、それぞれ好みがあると思うんで、まあ、それに合わせて守備意識は選んでいただく形になるかなと思いますが、まあ、高い普通の選手が一番プレーンでいいのかなとは思います。で、スキルムーブ逆足については、まあ、ウィングと同じで、まあ、最低でも4以上は欲しいかなと思ってます。まあ、トップ下の選手ってやっぱりストライカーからボール受けて抜け出してとか、そのままシュート打つって場面も結構出てくるんで、まあ、逆足はできる限り高い方が嬉しいのかなと思います。では次、能力詳細ですね。ウィングの選手に比べると、ペースはちょっと低くてもいいのかなと思いますが、まあ、それ以外の能力は、全体的に必要になってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、ペースについては、まあ、不要とは言っても、加速85は最低限必要になってくるかなと思います。まあ、攻撃に絡んでくる選手ですし、まあ、さっきも話しましたけど、ストライカーに預けて、自分は抜け出して、ストライカーからまたボール受けてシュートを打つっていう、その形を作るために、まあ、ペースが高くないと、まあ、抜け出すだけ抜け出して追いつかれてってことが起きちゃうんで、まあ、できるだけ加速は高い方がいいかなと思ってます。で、まあ、1対1の場面でしっかり決められるように、シュートの能力は全体的に必要になってくるかなと思いますし、まあ、トップ下から、いろんなポジションにパスを展開していくためにも、まあ、視野、ショートパス、ロングパスの能力は必要になってくるかなと思います。まあ、ドリブルについても同様ですね。まあ、細かいところで、まあ、一番密集しているところでボールを受けるような選手になってくるんで、まあ、しっかりコントロールして、まあ、パスコース探しながら、その出したいところにパス出していくってことが必要になってくるんで、まあ、ドリブル、まあ、自分のボールをコントロールする能力っていうのは必要になってくるかなと思います。で、守備については、まあ、気持ちちょっとある程度で大丈夫かなと思います。まあ、この選手を使ってめちゃくちゃ守るっていうことは、まあ、あんまりないと思うんで、まあ、とはいえ、まあ、守備には参加するような選手になってくるんで、まあ、60前後ぐらいあれば、十分なのかなと思います。で、フィジカルについては、ここも好みが分かれるところなんですけど、まあ、僕は別にトップ下にそこまでフィジカルは求めないタイプなんで、まあここはあんまり個人的には重要じゃないのかなと思ってます。では最後、ストライカーです。まず役割意識、高い低いが理想かなと思います。まあ前線に張り続けて、裏を常に狙い続けてくれる、この役割意識が最高かなと思います。で、次、スキルムーブ逆足ですね。まあこれも同じなんですが、まあ僕は少なくともスキルムーブ逆足はどちらかが5の選手を絶対に使います。まあ自分でチャンスを、シュートを打つまでのチャンスを作ることができるスキルムーブもそうですし、いざボールを受けた時にどの方向からでも蹴られるような逆足が高い選手がまあ理想なんで、まあできれば 5-5 がいいんですけど、まあ画面に映ってるエンバペが残念ながら逆足が4なんで、まあしょうがなく使ってるみたいな感じです。次、能力詳細ですね。守備以外の能力全部必要になってくるんですけど、やっぱりペース、シュート、ドリブル、この3つの能力はすごい大事になってくるかなと思います。まあ当然試合を背負う選手になってくるんで、しっかり裏を取れるっていうところと、その1対1になった時にシュートを決めきる能力。あとはまあ相手の選手をかわしてチャンスを作る。まあフリーでシュートを打つまでの形を作れる能力っていうのは必要になってくるかなと思います。で、特にまあ僕が重要視しているのは冷静さの能力ですね。まあ当然、他の能力が高いことが前提になってくるんですけど、ここの能力が低いと思っている通りの仕事をしてくれないということが発生しちゃうんで、僕は85以上は必ず、ストライカーを採用するときは冷静さが85以上ある選手を使うようにしています。で、ここからはまあ好みの問題になってくるんですけど、まあジャンプ、ヘディング精度、あとはフィジカルですね。まあストライカーの選手にしっかり、ボールを預ける役割を期待されている方は、この3つの能力つけてもいいのかなと思ってます。
以上になります。まあ、非常に長い動画になってしまっているかと思うんですが、自分が選手を選ぶときはそれぞれのポジションをこんな感じで基準で選んでますというところをご紹介してきました。ぜひ参考になれば幸いです。またこの点についてわからないところがあればコメント欄で適宜教えていただければ回答しますので、またそちらもどしどし、書いていただければと思います。これからまたFIFA関連の解説動画の投稿ですとか、生配信も適宜楽しくやってますんで、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。